北京朝5時病院の前に大勢の人が集まっていました。その数およそ800人。診察を受けようとやってきた患者とその家族です。気温は氷点下8度、いてつく寒さです。哎呀，早过来了，你就别问什么时间了，反正这一宿啊，把俩冻嘎巴的，再有两个小时就冻成冰棍了。まず買わなくてはならないのが診察券。枚数に限りがあり、手に入れるのは2日がかりです。要不你们两点钟起来，你们也看一下，你们感受感受，那就值得啥滋味了。这本来就有病，在外边再冻的，又冻出来一条病，这可好了，这病他就病还咋治的？診察券を売る専門のダフ屋までいます。多少钱啊？300块钱。这么贵啊？没有号啊。他不是有一个那个卢海主任的那个？卢海不也是看见你吗？卢海就是他们那个朋友，管你招这都是最好的。他们能有卢海主任，他俩扛得起来。病院の内情に通じたダフ屋。1枚200円ほどの診察券を20倍の高値で売りさばいています。診察券を売り出す7時、人気のある医師の診察券はわずか10分で売り切れました。ああ、又买了又买了。哎，对，我们白白了，3年都用来了，真气人，你说呀。悲願の北京オリンピックまであと2ヶ月。経済優先から真の大国に向けて転換を図る中国。さまざまな矛盾が激流となって押し寄せています。13億の人口を抱える中国最大の課題、医療。急激な市場経済化で変わる医療現場と戸惑う患者たちの姿です。北京の病院に患者が一人運ばれてきました。自宅で倒れて意識不明になった女性です。病院に到着するとすぐ付き添いの家族に料金の請求です。救急車は有料、即金払いです。救急処置が始まる寸前。
今度は看護婦からの診察料金の催促です。病院の医療サービスは現金と引き換え、しかも前払いが鉄則です。入院のための搬送ベッドにも高額の保証金が必要です。先生，我先给你300，是吧？然后到时候取的时候再按那小时，对对对。医療保険が整備されていないため、医療費は多くの患者が自己負担です。かつて医療を国が無料で提供してきた中国、しかし制度は一変しました。没写上吗？不疼啊，不疼，很快走了以后我们就回家过年看姥姥了啊。哎呀，姥姥舅舅还等，还有袋子钱发给你。病院の待合室に診察を待つ親子がいました。遠く740キロ離れた安徽省の農村からやってきました。开始发现这个小孩眼睛有点好像有一点不正常，我们就带他到诊所里去诊断。诊所里说看不了，然后我们就从这个郑州省科医院没有回家乡，我们就在一直在这个火车上，从医院从郑州医院直接来到了北京，没有回家。我们也没带什么东西，就是随身穿的衣服，因为我们在这个发现小孩的眼睛不好以来，这个将近一个月吧，20多天。我们一直在奔跑这些医院中，我也很为孩子很着急，因为他的眼，怕他眼失去，两眼失去光明，我想尽快的给他治疗。一家は夜行列車で北京に着いて、徹夜で並び診察券を手に入れました。张坤是吧？你怎么发现孩子左眼视力不好？他最近我看他这个眼睛有点小，我发现他不对劲。有吗？配合，现在呢？现在也没有啊。太晚了，我觉得可能意义不大。太晚了。他这个病呢，就视网膜脱离，视网膜脱离就是眼底比较严重的一个眼底病变。那这个病呢比较急，视网膜脱离发生的属于眼科属于一个比较急的一个病。但是你现在等于左眼，我觉得在做手术价值并不是很大。那么你右眼要更要注意，因为他是右眼是他唯一只眼。右眼现在眼底啊变薄的地方，我的意见是最好能打打激光，现在等于做个预防性的，病院を探して1ヶ月、結果は予想もしないものでした。如果治疗的话，他现在会不会就是？这该咋了？我该咋了，妹妹？老天爷不公平，老天爷简直不公平了，这么苦的一个孩子，为什么他看不到东西了呢？现在告诉我该咋咋办，我该咋咋办呢？他说不吃，他说不吃，他说不吃。
張さんは医師の勧めるレーザー治療を受けさせる決心をしました。しかしそれに一体いくらかかるのか見当もつきません。刚才你话过一回家，我给你拿钱了，你看那行不行？料金8200円。家族の一月の収入に近い金額を一度に支払うことになりました。ベッド数1600床の同仁病院、北京に60以上ある公立の大型総合病院の一つです。訪れる外来の患者数は1日5000人を超えます。元は北京市民のために作られた同仁病院、今では6割が地方からやってくる人々です。レベルの高い医療を求め始めた人々、全国各地から患者が都会の大病院に殺到しています。同仁病院の菅徳民院長です。就任して8年になります。地方の患者が増える中で医療費を前払いにしました。我们在中国确实有很多人没钱或者钱不多，他又慕名到大医院来检查，那么就看完病可能不交钱跑了。你到家一看，他真没钱。可是如果这些病人多了，医院就支付不了，承受不起。所以为了避免这种现象，那就采取了分段计费，那才能进行下一步的操作。这就为了减少医院运行过程中的亏损，啊，没有理由的亏损。而这一部分亏损没有任何补贴，所以医院就必须要把这种亏损的漏洞堵上，那采取了这么一些措施。かつては同仁病院も全て国の財政で運営されていました。しかし改革開放後、国は膨らむ社会保障費の負担に耐えられず、病院への財政補助を減らしました。同仁病院に対する補助は今では運営費全体のわずか 5% に過ぎません。病院はほとんどを患者の医療費に頼る独立採算となったのです。維護医院的核心利益，也就是維護我们广大职工的利益，維護医院发展的这样一个根本利益，那么是医院院长的这个核心任务。没有稳定的这个医疗收入，我们现在的整体的分配水平呢是保证不了。今中国の医療をめぐって問題となっているのが薬代や検査代の高騰です。患者の負担する医療費はここ10年でおよそ4倍に跳ね上がりました。そんな中、各地に誕生したのがディスカウント薬局です。一天两次，一次一丸，早晨一次，晚上一次就可以了。高い医療費を避けるため、
病状が悪化しても安い薬に頼る人が増えています。政府の調査では病院での治療が必要な人の半数が病院に行っていないという報告もあります。几块钱住着让去医院，那不，他不挂一号四五块，买盒药五块，不到医院去看看。嗯，不用了，很我不很严重。一般什么时候去？要去医院要什么样的情况才去医院呢？哎呀，感觉支持不了吧。病気がいよいよ重くなってから初めて病院に行く。こうした患者たちが北京の大病院に押し寄せているのです。同仁病院裏の旅館。レーザー治療を待つ張さん親子です。一泊450円。一番安い部屋には暖房もありません。今までかかった子供の治療費は7万円余り。すでに年収の半分を使い果たしました。那不如嘛，他姐姐咱接着就去。你看口袋还多少钱？咱给他治疗这一回，需要多少钱？需要多少护理？就再复查，需要多少天？要是时间长了，咱就回家；要是时间短，你就带这个，我回家就治钱去。嗯，我们住院复查。手持ちの現金は帰りの交通費でギリギリです。3日後、張君はようやく右目の治療を受けました。網膜にレーザー光線を当て病状の進行を防ぐ治療です。吃东西不要忌什么，就忌什么，什么的。就是最近，就是这一段让他少活动，少活动，少活动，别做运动。嗯嗯啊，别做运动。完了，等两个星期以后复查再说，看情况。如果要恢复挺好的，长得挺好就没关系的。嗯，好吧。嗯，那就这样。那个都放这儿了，这就放这儿了。嗯，好好，好吧。好。看出来，别住眼睛，别住眼睛。我衣服，他是啥时候在家住的？别住眼睛啊，千万别住。两周以后，两周以后。我打的不太好，现在都七百个点了，太热了。给我治上。治療の結果が分かるのは2週間先です。安徽省の五松村、北京から740キロ離れた張さん一家のふるさとです。張君が最初にかかった診療所、人口2000人のこの村で唯一の医療施設です。ここには聴診器、血圧計、体温計くらいしかありません。
你最好到外边那个再检查一下，检查检查你心脏。阑尾炎。阑尾炎是吧？那疼不疼啊？不大疼，好了。好，已经好多了是吧？先生钱多，没看起吧？看不起。盲腸の治療といっても痛みや炎症を抑える点滴を打つだけです。在農村看病就是这样，群众还是钱还不太多。右目の治療を受けた張君。北京での再検査の日を待っていました。張君の家はこの辺りでは比較的大きな農家です。梨の栽培を生業にしています。家族は8人、両親と祖父母、そして兄弟です。農閑期に張さんが出稼ぎで稼ぐ収入を加えると一家の年収は15万円です。喝那位以前搁到这个村儿也算土叔，现在不行了。嗯，现在我妈有病，给这孩子有病，钱都花完了，把盖楼也要钱。现在最贫，最穷的一个了。没事，你坐着，你坐着，别起来，不要起来啊。村の離れに張さんの両親が住んでいます。10年前に脳溢血で倒れた母親、心臓病と気管支炎も患っています。たった一度の入院で張さんの年収の2倍の費用がかかりました。以来病院には行けず、治療は家族がしています。你说我有一点打到身上难受不舒服，就不敢再用了。わずかな蓄えも使い果たし、薬代は親戚からの借金に頼っています。干露水嘛，这个啥话呢？俺儿小子要不给我打针打针，我咋能会这样？俺这庄上这样都死掉，俺分两半就是了。现在小坤有病了吗？那俺儿媳妇有病，求俺儿媳妇有病，我有病，这脚好一点啊，这小坤的眼又不好了。我脚才难受，我没法能看，咋治？我说的，真是没一点法。病気が一家を苦しめています。看这个病人呢，确实很多。这改造完的。全国から患者が押し寄せる北京の同仁病院。今では年間150万人を超えています。菅院長は病院を拡張するため、向かいのホテルを5年前に買収しました。
三つ星だったホテルは豪華な病棟に改造されました。以来富裕層向けの医療に力を入れています。診察料は一般外来の20倍、4500円です。専属の看護婦がつき、 4,5 人の医師が丁寧に診察します。不行啊，不行啊啊！再说学的不像，大点声，先闭上嘴，张开嘴。担当するのは菅院長をはじめ、よりすぐりの医師たちです。我觉得不高，我觉得不高，因为就是我们呢，就是一个呢，就给他这儿就是，虽然我们这边挂号费可比那个普通的可能高一点的，但是呢，来了这儿呢，看病的时间非常快。企業の社長や政府の高級幹部、そしてその家族などが利用しています。那饭店有梅星的啊，有快餐，但也有五星级和更高层面的，你可以根据自己的需求进行选择。另一方面呢，收入比较高的有更高医疗需求的人是吧，也是不能满足他们要求，严格说呢，也是不公平的，所以必须按照市场运行的规则拉开不同的档次。収益性が高い VIP 病棟、同仁病院は病院裏の土地を手に入れ、さらに大きな病棟を建てる計画に乗り出しています。二反馈的吧，这法规啊，具体里边不保留，怎么去把它审批下来不保留？我们现在还不知道，这我来办，还没摸，这我来办啊。这个是最难的事儿，帮你把基础摸好。公益性が重視される公立病院、拡張の許可を得るには厳しい審査があります。平房现在什么呢？居民没问题。这次我跟你说，这个事儿可是当真了啊！这个不是开玩笑的。满足不了要求吗？什么？这个楼呢，就我们所说的综合楼的概念。那么这个楼呢，当然有一些这个医疗方面的这个职能，还有满足这个特需服务的，还有干保综合楼的概念都放在这儿。匿名を受け。根回しを進めていた副院長が飛び込んできました。告诉你好消息，我刚接的电话。为什么来晚了？卫生局见了。不，卫生局来说要会办一下。什么？就这个事儿。嗯，牵扯到谁呢？发改委。嗯，规委交通，国土局，卫生局。我们得把到这看病的几个常委啊都动员起来，所以可能性不是没有，啊，你这个医院影响大。他说你这没道理，总理都在做手术，那你这个事儿总理能不知道？啊，我说给总理说过，但总理没明确表态，他知道就行，但他知道就行，所以这都是一些机会。哎，我现在这样。拡張の許可を得る上で鍵を握るのは政府に提出する事業計画書です。文字材料向国家报那个。你们现在在这儿接着我改。嗯。不要是在这儿啊。一字一句、菅院長自ら知恵を絞ります。这样就喝清水是吧？满足百姓。缓解看病难，满足民生需求，啊，是不是？这涵盖的面广啊，对对对，缓解看病难。計画書は庶民の要望に応えることを強調する内容になりました。照些相，你要大家一看，就觉得这拥挤的简直不行。你别说，拿图像说吧，好不好？还有个早晨，你看那早上来全部堵在塞车，照一照，最艰难的塞车。明早我去照。啊，星期一早上照，啊，你瞧上看一看，坐点实事有点意义，对吧？
你们说了半天这空的都没有东西，不行。那这种人下点功夫吧，真起码摆出来。老人病院の新たな計画が着々と進められていきます。安徽省五庄村北京での張君の再検査のため母親が走り回っていました。挺好。我想我想借点钱，我也借钱。不是，没爸爸。再借点钱。对，我想借点钱，但是没爸爸，没有借到。我爱妈妈，我爱爸爸。也吃不好，也睡不好。再検査の日が過ぎてすでに2週間が経っていました。中国政府は5年前農村向けの医療保険を作りました。政府が奨励した結果村では9割の農民が加入しています。張さん一家も2年前この医療保険に加入しました。正常的这是正常的，这是正常的。これまでに使ったのは7万円。保険による医療費の払い戻しが少しでもあれば再検査の費用に充てられると考えました。領収書の束を持って向かったのは医療保険の請求窓口がある地元の病院です。干啥看？在医生上牛上下郑州，然后到了北京同仁医院。一直都是没离，没有住院。没住院。对。这是在上面。嗯。那北京的也是没离。北京也是没离。因为咱现在以后，咱这都是住院报。现在住院，那你就是你讲一下吧，哪些能报？就是我，払い戻しはできないという担当者。在那个现在上面有规定是住院能报。住院能报，对，没人现在还没有说咋报咋实行。没人就是我没报咋报咋实行。哎对。这些没人不能报。现在没人，现在还没说，上面没下来这个文件，俺也不敢当这个家。規定外だから払えないの一点張りでした。怎么样啊？他讲这些都是没人，都是不能报，出院了可以报。加入した時には全く知らなかった医療保険の規定、入院しないと適用されないなど払い戻しの基準が厳しく設定されていました。医療保険も張さん一家の助けにはなりませんでした。
都回去。你们就是你就是没办法了，几天就没办法是吧？完了就是，那我怎么处理？做处理，你还有办法吗？我这做处理，我借一回了，上北京时我借了那让了500，四百多。那不也办了？那你太能办了。我不借钱那是。借这混成的。都没钱看的，我不行，给他借钱，我给谁借钱去？加油钱，我非得管。对，你没想着办法。对，你是个拼的啥是吧？拼的啥？你加油啥？你看，要本来他那里我已经不能去再借钱了，是不？按照这种情况，我不可能再借钱了。北京での再検査に必要な費用は14,000円。どうしても工面できません。日にちばかりが過ぎていきます。二人が向かったのは隣の河南省です。これまで何度か借金をしていた妻の実家です。年老いた親、頼れるところはもうここしかありません。太苦了。那个啥嘞？给看查查有多少，这都是一升一袋的，给你兑的，给你。母親が親戚から借金して集めた14,000円でした。还有两个小心，回来这个。给都给拿着呢，你走路上吃饭，你喝着茶啥的，你给拿着。我在家咱有馍有饭的，咱啥都有。你我在家我要钱是吧？我就这两个零的我就搁着妥了。这不知道他回来眼睛咋就病了，这我也不很难过。借金に借金を重ねるギリギリの生活が続きます。再検査の日を過ぎること3週間。親子は北京に向かいました。経済成長の陰で取り組みが遅れてきた13億人の医療。医療費の負担にあえぐ人々の不満が高まることに中国政府は大きな危機感を抱いています。提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务。我们要坚定地推进这项改革，让人人享有基本医疗卫生服务。
国の議論をよそに医療現場の市場化はさらに進んでいます。去年北京の同仁病院が新たに大型病院を作りました。中国ではまだ数少ない民間の総合病院です。プロジェクトを指揮する菅院長は別会社を作って投資家から資金を集めました。公立病院が直接民間病院を経営することが認められていないからです。那么这种探索呢会给整个这个医改啊带来一股新风，带来一种推动。我们要真正的从过去计划经济条件下这种封闭的啊比较沉闷的氛围当中走出去。开業して5ヶ月、同仁病院が進める全国展開の第1号病院です。患者は北京の同仁病院の知名度によって増え続けています。把这个地方宽敞进去新建你怎么说都懂吗？对，将来你规模大了人再多也没问题吧？这新医院就不可以了。この病院を任せたのは菅院長の教え子の医師です。アメリカで病院経営を学んできました。民間病院は国の許可を待たずに最新の医療機器を導入し医師の数も増やせます。さらに公益性が求められる公立病院ではできない新規事業にも乗り出しています。这个呢就是同仁地产的这个整个一个模式，加上那一块全是地产项目，所以拿着那一块的收入补这两块的发展，就这样形成一个产业链条。东南角这个地方呢是医院，这个医院呢我们病院が所有する広大な敷地、富裕層相手の老人ホームや高級住宅を作っています。およそ45億円の利益が見込まれています。没有特别低的，那么应该说中国政府解决那种特别贫困的那块应该是政府，历来国际惯例就是政府来解决那种低端的，那么对于中级和高级这一块呢，那么他应该愿意拿出 extra money，那么放在这个高端的里边呢，同仁的地产，同仁医院，这边是同仁养老啊老年公寓，这样的成为一个，同仁实践。国に頼らずに国からの規制もほとんど受けない病院経営。同仁病院は全く新しい病院の形を模索しています。叫什么呢？叫如何实现最小成本和最大效益化。没有指标就没有要求，没有指标就没有加强过程管理的内涵，所以指标是一定要有的，努力创建一流现代化的大型综合医院，这是我们的总体目标。我希望咱们这个南京同仁医院在国家项目立项上，那尽快，啊有零的突破，啊给点鼓励怎么样？秋には全国展開の第2号病院が開業する予定です。これまで広く患者を受け入れることが求められてきた中国の病院。医療の差別化がすでに始まっています。你国家也不可能拿出那么多钱满足一个世界第一人口大国的这个基本医疗需求，这是目前的很大的难题。那么在医疗卫生领域当中呢，又适应了这种市场经济的发展，这个基本的这个态势，
但是呢，又没有体现政府对医疗的宏观调控，所以在这个发展过程中，那么过度市场化的结果，病人利益就受到伤害。安徽省から再び北京の同仁病院にやってきた張さん親子。3週間遅れの再検査です。目前看我眼底情况，我觉得还算理想，啊，就他右眼哈。对对对对，因为左眼这个情况，咱们在门诊其实等于说。治療は成功。張君の右目は失明の危機を免れました。所以我的建议最好，比如说过三个月、半年，有条件要定期查查眼睛。定期查。啊，对，查查眼。半年。对，三个月或者半年，如果有条件的三个月查一下，如果没有条件的。半年左右查一下眼底，好吗？查一下眼底。啊，那吃东西要不要？医师の言葉は張さん一家には辛いものでした。子供の治療と引き換えに抱える多額の借金。故郷に戻ると厳しい現実が待っています。北京朝5時同仁病院のいつもの光景です。非常辛苦，为孩子没办法，是吧？都看病有多难啊，说的光一个火车在清河过来，这要站了四个多小时，没办法。对对对，全国から治療を受けるために殺到する患者たち。今日も徹夜の長い列が続いています。さまざまな困難に向き合いながら乗り越えてきた人たち、その力強い生き方を見つめるドキュメンタリーを4夜連続でお送りします。放送は総合テレビ13日月曜夜10時スタートです。プレミアム8ワイルドライフ、今回はボルネオ島の森に住む飛行生物たち。なんとこの島では哺乳類や爬虫類、両生類などさまざまな動物たちが思いもよらぬ方法で森の中を滑空する。空飛ぶ生き物たちの不思議ワールドにカメラが迫った。 BS ハイビジョン、明日夜8時。